ただその八千代高校からさ、はい、ジェフっていう選択肢はなかったです。誘われなかった？誘われました。誘われた？はい、すぐに断られました。真っ先に断られました。まあ、というのも、うん、ミクシャキシャのおしゃれギリギリ、今回のゲストは鈴木のりおさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてかな、なだと思うじゃないですか、うんうん。まあ、僕が小さい頃、小さい頃もちろんあのボール集見て、はい、パフォーマンスを見て、はい、カズさんと比べてっていうところがあったので、はい、もちろん憧れの方です。もちろん。そうなの？はい、僕が最後浦和レッズさんのなんかこうイメージなんですけども、うん、それこそエメルソンとか、うん、福田さんが最後現役最後の試合シーズンの時が、うん、そうですね、うん、とかああいう時代がすごい印象深くて、はいはい、なんか浦和って言ったらなんかこう強いイメージがあるので。いやでも小学校の時見ただけで弱かったでしょ。だって小学校の時あれですよ、あの福田さんがゴール決めて喜んですぐ失点するやつとかを、はいはいはい、何回も見ましたね。え、その時に何歳？小学校4年生、3年生ですね。出身は？出身は千葉県の市原市です。一回市原？はい、そうです。で、その舞浜に行くのは電車で通ってました。1時間半ぐらい。そうだよね。はい、遠かったです。ディズニーランド行くか練習行くかみたいな感じですよね。あそこは。え、中学はジェフで、はい、で高校はジェフじゃない？そうなんです。中学の時からユース上がれなくて。ああ、そうなんだ。はい、結構多いで、八千代高校です。ほら、その時当時羽生直武さんがこう有名といいますか、千葉みたいな一名を倒したっていうのが羽生っていう感じであったので、僕もそっち行きたいなと。でもじゃあ勉強できるんだ。いや、体育科なので。あんまり体育科あるの？体育科あります。八千代ってだって進学校でしょ？そうですね、普通科はそうなんですけど体育科はまあ、あ、まあまあです。ただその八千代高校からさ、はい、ジェフっていう選択肢はなかった？なかったです。誘われなかった？誘われました。誘われた？はい、すぐに断りました。真っ先に断りました。まあ、というのも、まあ、僕が中学校の時ジュニアユースですごい強かったんですよ。夏のクラブユースで優勝して、うん、高円も準優勝してっていうところで全国、まあ、決勝2回とも行って強かったんですけど、まあ、レギュラーで出てたんですけど、うん、なぜか上がれないっていうことで。そのイメージがあって、で高校行ってで U16 の代表に呼ばれたりとかしてポン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 って入ったんですよ。で、その中でこう最初ジュビロ磐田からオファーいただいて、それも今でも覚えてるのがいきなりこうジュビロから練習参加って家族に言われて行ったら福西さんがいたり西野美弘さんがいたり、でその当時トップチームは多分アジアの方に遠征行ってたんでいなかったんですけど、怪我した七海さんがいたり。だって2001年、はい、一番強いじゃん。強い高原さんみたいな、うん、で練習参加行ったんですけど、いやここじゃ無理だまず、うん、まずでその後東京と千葉からオファーもらったんですけども、うん、東京ちょっとまだこうまだ上がったばっかりの時だったので、はい、ここからアマラオしか知らなかったんで、なら行けるかなっていうところで、はい、決めました。現役の時に、うん、一番迫力あった選手って誰かいます？印象深い対戦相手では、はい、ペレイラ。あー、ベルディ。ベルディにいた。あ、でかい、はい、あの人はうまいなーと思った。うまいんですか？うん、強いんじゃなくて、うん、うまいなーって取れる気しねえし、この手持つしまあ強かったってもあるけど、まあ、ディフェンダーっていうか、はい、意味ではこう対峙して、うん、でも一番すごかったのはリトバルスキーかな。あー、仙台で一緒にやって、ね、うん、あの人はやっぱすごかった。ドリブルしてって飛び込んでくるのをこうかわして、今でいうダブルダッチで、はい、ありますね、うん、うん、と切り返し、リティのまたぎなんか見たことない。あリティのシーザーズ見たことないしね。ドリブルもそうだけど、うん、キックの精度かな、うん、コーナーキックもそうだし、フリーキックもそうだけど、フリーキックだって練習後にやったら、まあ、10本中9本は枠いくし、実際ジェフと試合した時も、はい、頭で小皿で決められたもんね。うわ、すげえと思って。でも壁入った瞬間、入るなって思うんですよ。まあ、俺の壁メインの方じゃないけどあれだけだな、俺引退する時に、はい、ちょっと超満員のスタジアムで、試合ができなくなる、はい、あー、なるほど。サッカー選手として辞めるのはそんなに空気は残ってなかったけど、点取った瞬間の、はいはい、うわーっていうのが、ね、歌ってもらったりとか、はい、
校なんときはほら V ゴール決めなかった国立は V ゴール決めなかったなんかそういうのがあもうなくなるんだなっていうのだけは寂しかったけど国立呼びだよねやっぱねそうですね人間そうですねあそこでやった人間はみんないんじゃない、うん、そうですねもういないですからね、うん、今後は出ないですからねでもサイスタもすごい好きですよ あの声がねあの全く聞こえないんですよね、チームメイトの、うん、なので1点入れられた時の飲まれるっていうのがすごい伝わるのででも逆に決めるとシーンってなるじゃないですか、うん、それもそれで気持ちよかったなじゃあそれが一番問題なんだよあのもういろんなメンバーで他の相手チームが相手チームが別以外でいいからねそうむしろ気持ちいいとああそうですね気持ちいいです、うんまあ、当然スタジアムも素晴らしいし、うんうんうん、人が入ってる中でやるのが一番選手としてはありがたいアウェーだろうがホームだろうが、はい、そこで、ねまあ、レッズがホームだから声援は少ないかもしれないけど、うん、シルクも当然ホームランにいっぱいいるし、はい、こうシーンとする部分と、うん、まあヤジも言われるけど、うん、実際うるさいからさそんなに気にならない、はいそうテンション上がるときの方がそうです、ねはい、テンション上がることの方が多いから、はいまあ、ある意味いいプレーするでしょ、うん、相手チームが、うんうん、そうですね確かにそれはなんか、うん、なんかあの浦和レッズのゴール裏の方のゴールに決めたりとか、うんまあ、切り込んでいったりするときは、うん、なんか気持ちいいなと思いますね、うんはい、わーいって言われてすごいなそのイメージはあるんで、うん、いやいいスタジアムもちろん中もロッカールームもすごいですし、はいはいではまあ、アジスタとかもさトラックあるけど、はい、トラックないじゃん謎のスタジアムフットサルコートだからでもあそこの雰囲気は雰囲気でやっぱり俺も嫌いじゃないし、うん、FC 東京のサポーターもやっぱり熱いしさ、はい、今レッツと FC 東京のサポーターは、はい、やっぱり日本のサッカー界を、ねうんそうですよね、盛り上げてほしいなって思うしさレッツってだからホームで勝率悪いんだよねああ、分かんないですけど浦和の選手もプレッシャーになんないですかねプレッシャーなんだよねなりますよねブーイングされるのも当たり前ですけど、ねうんまあ、唯一トゥーリオさんぐらいでしたねなんかすごいトゥーリオさんは多分ちょっと言い返したらねパワーをすごいなんかこうなんか溜めて逆に来たなっていうなんか試合してると思うんですけどだからなんか分かんないよそのレッツのサポーターだけじゃないからさ、はい、サポーターの人ってさ、まあ、命がけで応援してくれてる人たちがいるわけじゃない、はい、そういう人たちが人数が多ければ多いほど、うん、サポーターの人数、強力なサポーターっていう、うんはい、それがプレッシャーにもなるんだけど、うん、でも、やったら当然、それ以上の応援をしてくれるし、うんはい、やらないとプレッシャーをかけてくるっていうのは、うんはい、それはもう、まあ、当たり前だし、うん、我々からすれば仕事だからさ、はい、サッカーをすることなんですよね。なんで応援しねえんだよ、文句言ってくんだよって思うけど、でも彼らからすれば、いや彼らも命がけなんだと、うん、お前を応援してるのもそうかもしれないけど、クラブを応援してるんだよ、はいはい、誰がどうこうじゃない、クラブを応援してるのに、それでそのクラブを応援してて、なんか中途半端なプレーしたら、それは頭くるでしょ、うんそうまあ、そりゃそうだよね。こういうのって引退しなきゃ分かるじゃん。そうでもそれが必死にやってないって映ることもあることあるかもしれないし、うんはい、だから一生懸命やってもチームだからさそうなんです、ね、個人じゃないから勝てるわけではないですよね。その辺はね、いやそれも分かってんだよ。特にレッズのサポーターって、多分 FC の時も分かってんだよ。うん、それをこう煽ってやるから彼らも楽しいし、なるほどなるほど。それに答えてこいよっていうところもあるのかもしれないし。僕はあんまり経験ないですけど、浦和さんのこうサポーターの方々だと、結構こう、試合後、選手たちって結構あのこうサポーターの人と街中であったりとかして、どんな反応なんですか、こう試合終わった後、まあ、たまにこう、まあ、選手なんでご飯食べ行ったりもすると思いますし、帰り際かもしれないですけど、サポーターと会ったりとかした時は、やっぱそういう時は温かく、次頑張れよとか。どうかな。俺は、はい、俺らの時は、はい、裏は、まあ、寮がまだなくて、はい、ホテル、浦さんの近くの北浦和、はい、北浦和の近くで、それとも普通に
飯食いがねだ、はい、そこで酒飲んでて、はい、サポーターの人もいたけど何にも言ってもらったの大沢ゲームやつはそれそれはまあいい時代ですよね引退して20年経ってますけど柔道の精度は変わっていませんよ